徳島を舞台に行われたビッグマウスラウド第3戦。今後の行方を占う重要な戦いに新たな強豪が乗り込んできた。新日本プロレスからの刺客、永田裕二。前田明が見出したロシアの格闘家、アラン・カラエフ。初の地方進出となった徳島大会だったが、この日前田明、船木正勝がビッグマウスラウドから離脱することを発表。2006年の幕開けは波乱のスタートとなった。